ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平と彼の元通訳、水原一平氏をめぐる違法賭博スキャンダル。現地3月25日には大谷自身が初めて報道陣の前で声明を発表し、自らの潔白を主張しつつ、水原氏の嘘や裏切り行為を告発した。一方で、米メディアの間では、水原氏がいかにして大谷の口座から送金できたのか。 大谷自身はなぜ巨額資金が盗まれたことに気づかなかったのかなど、残された疑念に対する説明がなかったと反発する向きも強い。事件をスクープしたメディアの一つ、米スポーツ局 ESPN も同様で、舞台裏の真相を追っている。そんな中、現地26日に ESPN は気になるポイントに関する記事を掲載した。大谷の弁護団は 水原氏から大規模な窃盗被害を受けた。当局に問題を引き渡している、との声明文を発表し、その報告を受けてドジャースは水原氏を解雇した。果たして本当に被害届は提出されたのか ?ESPN は、何度も大家の代理人に被害届を出した機関に関する情報を求めてきたが、火曜日、またしても回答を拒否された、と伝えている。 その上で、同メディアは、窃盗の疑惑を捜査する可能性がある地方、州、連邦政府のいずれの機関に問い合わせても、大谷側から被害届が提出されたという確認は取れていないとレポートしつつ、国土安全保障省と国税庁は共同で水原氏の捜査を進めている。だが、国税庁のスポークスマンは窃盗疑惑を調べているのか、坊やの代理人から連絡を受けたのかについては明言を避けた。 と記している MLB も独自で調査を進めている一大騒動だが未だ不明かつ未解決な点が少なくない印象だ。